ジェームズ・ジョンストン・ペティグルーは、アメリカ合衆国の著作家、弁護士、言語学者、外交官であり、南北戦争の時は、南軍の将軍だった。ゲティスバーグの戦いの3日目、悲惨な結果になったピケットの突撃では、その主要な指揮官であり、その数日後、南軍がバージニア州に撤退する途中で戦死した。ペティグルーは、ノースカロライナ州、ティレル軍で、 エベネザーとアンシェパードのペティグルー夫妻の息子として生まれた。父はフランスのユグノー出身の裕福な家庭の出だった。母と北軍の将軍ジョン・ギボンの母は10姉妹同士であり、ギボンとペティグルーは操縦経典だった。ペティグルーは15歳の時にノースカロライナ大学チャペルヒル校に入学した。数学や古典語が得意科目であり、また、白愛協会の会員になった。 フェンシングやボクシングでは、同級の中で、指導的存在でもあった。ジェームズ・ポーク大統領からその学業成績を褒められ、アメリカ海軍天文大助教授に指名された。その後、ボルティモアで法律を学んで、サウスカロライナ州チャールストンで、おじの会社に入り、ドイツに旅行して、民法を研究した。ペテグルーは7年間ヨーロッパを回り、その間にフランス語、ドイツ語、 イタリア語及びスペイン語の読み書きができるようになり、ギリシャ語、ヘブライ語及びアラビア語は読めるようになった。旅行記、スペインとスペイン人に関する覚書を書き、外交の仕事で時を過ごした。アメリカに戻ると1856年にサウスカロライナ衆議会議員に選出された。語学に堪能で民法の知識があったにもかかわらず、国と出身州に奉仕する方法として、 軍隊の方に傾いていった。1860年12月、サウスカロライナ州知事の補佐官を務め、翌年4月には、ジャールストン港にあるサムター砦の北軍指揮官と、知事及びサウスカロライナ民兵隊当局との間の交渉に参加した。宣戦線布告があると、ペティグリューは、ウェードハンプトンがサウスカロライナ州で立ち上げた。 ハンプトンリージョンに一兵卒として入隊したが、すぐに第一サウスカロライナライフル銃連隊の大佐任官を受けた。その後ノースカロライナ州に戻って、第十二ノースカロライナ不評連隊を指揮した。アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスとジョセフ・ジョンストン将軍の二人がペティグルーにもっと高い階級を与えようとしたが、軍隊経験がないためにこれを辞退した。しかし、 南軍には資格ある主官の必要性が通説だったので大佐になったばかりのペティグルーはバージニア州に行って1862年2月26日に巡庄への昇進を受けた。ある若い親戚がペティグルーの参謀として安全な場所を求めたとき、この旅館で最も安全でない場所は私の周りだということを保証する。いかなる手段をとっても彼から 安全な場所という考え方を取り去らせよう。時間が経てば悔やむことになるから。危険のある場所は確かに名誉もある地位だと答えた。ペティグルーはまさにこの言葉通りの人間だった。1862年夏、半島方面作戦の時、ペティグルーは、セブンパインズの戦いで重傷を負った。ミニ A 弾が当たり、喉、機関及び肩を痛めた。出血多量で死にそうになっており、 倒れている間に別の銃弾を腕に受け、また銃剣を右足に受けた。ペティグルーはその傷が致命傷だと思い、部隊兵が前線から後方に連れ出そうとしても認めなかった。戦場を西に行くままに残されている間に北軍の捕虜として意識を回復した。2ヶ月後には捕虜交換となって南軍に戻り、傷からも回復して、秋にはリッチモンド周辺で、 D.H. ヒル少々師団の一個旅団を指揮し、冬にはノースカロライナ州とバージニア州南部で一個旅団を指揮した。1863年6月にゲティスバーグ方面作戦が始まる、まさにその時にノースカロライナの旅団に復帰した。アメリカ連合国陸軍省はペティグルーの旅団をロバート・イーリー将軍の北バージニア軍につけたので、ペティグルーはフレデリックスバーグに行って、 5月遅くにその軍隊に再合流した。ペティグルーの旅団は AP ヒル中将の第3軍団でヘンリー・ヒース少将士団の最強旅団だった。その旅団の連隊は、州民兵隊の補給庫から制服を新たにし、ライフル銃を装備してメリーランド州とペンシルベニア州を交軍する間、素晴らしい軍隊の外観だった。その連隊指揮官の何人かは、 ノースカロライナ州の農園主、貴族社会の者たちでもあり、第11ノースカロライナ不評連隊を指揮するコレットレブンソープ大佐やゲティスバーグでは南軍最大の連隊である第26ノースカロライナ連隊長である21歳のハリー・バーグウィンがいた。ペティグルーの旅団は1年間近く重大な戦闘に参加していなかったが、士官兵卒合わせて2500名以上の勢力となった。 ペティグルーの旅団は1863年7月1日に、ゲティスバーグの西にあるマクファーソンとヘルプスト農園で、北軍の鉄の旅団と戦うことになり、その4個連隊全てが、損失率40%以上という大きな被害を受けたが、マクファーソンリッチから北軍を追い払うことに成功した。ペティグルーは、その午後に、ヒース将軍が負傷した後で、死団指揮を引き継ぎ、 翌日の戦闘中にセミナリーリッチ背後に入った時、ボロボロになった師団を再編成しようとした。ピケット突撃。編集7月3日、リー将軍は、ピケットの突撃と呼ばれる有名な不評襲撃で、ジョージ・ピケット少将部隊の左に、ペティグルーの師団を選んだ。これはリーにとって、誤りとなった。リーは、ペティグルー師団の惨憺たる状態について、 ペティグルーに問い合わせてはいなかった。師団が前進すると、殺人的な銃火を浴びた。ペティグルーは切っていた馬が撃たれ、徒歩で前進を続けた。いとこのジョン・ギボンが一部を守っていた、セメタリーリッチの石壁から100ヤードまで接近した、時に、ペティグルーは、三段で左手をひどく負傷した。ペティグルーは、痛みが激しかったが、攻撃が失敗したとわかるまで部下と共に残った。 意気消沈したペティグルーは血だらけの手を抱えてセミナリーリッチまで歩き、そこでリー将軍に出会った。ペティグルーは話しかけようとしたがリーはその傷のひどさを見て、まず将軍、残念だが怪我しているようだね。後方へ行きなさいと言った。ペティグルーは痛々しい敬礼をして何も言わずに後方へ下がった。フォーリングウォーターと死。し 編集ペティグルーはポトマック川に向かって交代する間も、キース将軍が回復するまでその師団式を続けた。ウェストバージニア州ホーリングウォーターで水かさの増したポトマック川で止められ、ペティグルー旅団は川のメリーランド側の岸で厚い三回線を敷き、土下地点に至る道路を守った。リー軍が船橋で川を渡る間、北軍の騎兵隊が夜通し南部守備隊に探りを入れた。 7月14日朝、ペティグルー旅団はまだ、ポトマック川北岸にいる南軍部隊の一つであり、北軍機兵隊が接近していた。ペティグルーは徒歩で前線に出て、兵士たちを指揮していたが、この時、北軍ミッシガン旅団の機兵から至近距離で撃たれ、弾は腹に入った。ペティグルーはその場に残って北軍に捕まることを拒んでいたので、 即座に後方に下げられポトマック川を渡った。ペティグルーは3日後に、ウェストバージニア州バンカーヒルで死んだ。総勢の56%を失っていたその旅団は、実行ある、戦闘集団としては体をなさなくなっていた。ティレル軍南軍記念碑は、ペティグルー将軍の死を記念している。ノースカロライナ州コロンビアのイーストメインストリート、軍庁舎の芝生にある。 ペティグルーを失ったことでその家族は、悲嘆に暮れた。ノースカロライナ州ではそのもに服する日を公式に持った。その死は、リー将軍にも影響を与え、この軍隊は一人の勇敢な軍人でかつ南軍の功績ある士官を失った。と言った。ペティグルー将軍の遺体は、ノースカロライナ州に戻され、その家族領地、ボナーバに埋葬された。 そこは現在ワシントン軍とティレル軍にまたがるペティグル州立公園の一部となっている。ノースカロライナ州ルノアールにある南軍子三兵の息子たちのジェームズ・ペティグルー将軍キャンプ1401号はペティグルーにちなんで名付けられた。第二次世界大戦の時のリバティ戦へ。1993年の映画ゲティスバーグでは俳優ジョージ・レーゼン・ウィーがペティグルーを演じた。 ありがとうございます。